トルコメノーとも呼ばれるトルコメノーは、主にトルコで産出されるメノーの一種です。バランスと調和、ターキーやゲートは、人生にバランスと調和をもたらし、陰と陽のエネルギーの調和を助けると信じられています。保護、他の多くの種類のメノーと同様、ターキーメノーは負のエネルギーや精神的攻撃から保護すると考えられています。 身を守るためのお守りとしてよく使われます。感情的な癒し、ターキーアゲートは、感情的な傷を和らげ、感情の安定を促進するのに役立つと言われています。それは、内なる葛藤を解決し、自己需要を促進するのに役立つかもしれません。 身体的治癒、ターキーアゲートには、特に消化や胃腸系の問題に関連した身体的治癒特性があると信じている人もいます。また、身体全体の健康と活力をサポートすると考えられています。グラウンディングと安定性、 ターキーアゲートはグラウンディングエネルギーと関連しており、人々が地球とのつながりをより強く感じ、日常生活は安定していると感じることができます。創造性、ターキーアゲートは創造性を刺激し、芸術的に自己表現する能力を高めることができると考えられています。チャクラのバランシング、色に応じて、 ターキーアゲートは様々なチャクラに関連付けられている可能性があります。例えば、赤いターキーアゲートはルートチャクラに関連付けられ、青いターキーアゲートはスロートチャクラに関連付けられる場合があります。これらのエネルギーセンターのバランスをとり、調整するのに役立つと考えられています。スピリチュアルな成長、ターキーアゲートは、 直感、スピリチュアルな洞察力、より高い領域とのつながりを高めるために、瞑想やスピリチュアルな実践によく使用されます。